はい、こんにちは、高いんです。よう。さあ、滋賀県におりまして、今回ちょっとまあこれからボスととある方と3人で、まあ、焼肉、滋賀といえば近江牛ですから、こちらあっぱれというね、ボスおすすめのここ、僕も何回も来てますけど、ここより美味しい焼肉は正直ないね。言うね。はい。お金もらってんのか。何にも払います。はい、はい、で、あのかなり安くて近江牛が美味しいの食べれるんで、まあそれでも食べながら、ちょっと今回は座談会じゃないですけど、今までいろんなそういう泡系行きましたが、まあ、そこのね、実際女の子どうだったんだいと、うん、いうことと、あとまあもう個人的にここへもう一回行きたいとか、あの子のあれは良かったとか、はい、ちょっとそんなのやってみませんか。グダグダとね。はいはいはい、はい、たまにはこんな回もあっていいと思って、うんうん、いい。はい、では早速行きますか。はいはい、では踏み出し一歩が道となる。はい、ということで、あっぱれ。はいはい、来まして、はい、ある方っていうのをちょっと紹介しようと思うんですけど、先にな。そうですね、うん、実はあの我々、まあ、高谷とボスっていうチャンネルで、うん、まあ、2人でいろんな旅先に行って、うん、そういう街とかもちろん行ってるんですが、うん、ここね1年前ぐらいから、うん、ですね、もう1人、はい、プロのカメラマンをやってて、うん、で、写真を撮ってもらう、サムネの写真とかね、うんうん、っていう役割で、実はもう1人ね、はい、旅に行っておりまして。そうやね、はい、みんな分からへんやろけどね。そうですね、うん、なので、まあ、今回ちょっと初で登場してもらおうと思います。はい、コボスです。どうぞ。初めまして、コボスです。なんだこれ。これは何、知ってる人にバレたくないよな。そうですね、でも分かるで、知ってる人やったら。じゃあいいです。いいや。コボスです。ちょっとハゲてない。いや、うるさい。そこはやめてください。大丈夫。はいはい、そうやな。だから今日はちょっと、うん、個人的なランキング。ああ、そうか、コボスもね、うん、もちろんあのみんな女の子見てますしね。そうそうそう、うんうん、ピンと当てて写真撮ってるからね、うん、そうですね、逆に分かるかもしれないですね、うん、そう、だから俺もそうやんか、うん、あの俺は本番入ったことないからさ、うん、その実際どうやったんかっていうのは高谷しか知らんねんけど、はい、顔とかもちろん見てるし、はいはい、まあ、喋った感覚とかもなるやんか、うん、ああそうですね、そうですね、うん、だから俺の本の個人ランキングとか、なるほどな、そういうのをちょっと出していきたいなっていう。あ、じゃあそしたら歴代の、うん、女の子、うん、もうあの本当これ個人的なんで、うん、何がいいとか悪いとかではなくね、うん、ちょっといいですか、発表し合いますか。なあ、そんなのな。はいはいはい、うん、ちょっと飲まへん。はい、ではドリンク来たんで、はい、はい、乾杯。お願いします。お願いします。いや、もうマスク取ってるし、いや、もう一枚ずつ脱いでいこう。いいわ。いや、最高っすね。いいよ。はい、どうですか今まで、まあ何件ぐらい、40件ぐらいですかね。40件というか、うん、同じ店も行ってるから、うん、あれですけど、何本もしてんのかな。そうなんですよね、うん、40ぐらいだと思う。なんか消してくれみたいなのって、何本消せるやろ。そうですね、そうですね、はい、もう早めに見てほしいですね、うん、消される前にね、うん、まあ、晩も時間の問題だと思うけど。マジで、はいはい、いや、なんならこの動画広告狙ってますから。そうやな、はい、一回つけてみる。はいはいはい、はい、何年ぶり広告つけんの。もう本当に嬉しいんだよな、まあ、あれつくと。でも内容結局風の話ばっかりやんか。いや、だからこういうこと言わない。どう、ちょ、言っちゃダメですよ。言っちゃダメ。うん、こらあんこダメっすよ。分かった分かった。知ってるわ。よかった、生配信だよって。今のこんな滑ってんの出せへんやん。笑ってる場合ちゃう、お前なんでしょ。あ、僕。まあでも逆にどうすか、まあ楽しみは後にとっとく的な感じで、こぼすからちょっとその今まで見たね、まあ、我々よりは多分半分ぐらいだと思うんですけど、20件ぐらいは行ってるから、まあその中で。なんか司会者回すの早くないな。なあ、めちゃくちゃ無理やわ。もう本題か。おいおい、やりにくいけど。全然まだエンジンかかってないから。早いかい。まだ早い。まあまあ早いね。じゃあ一応紹介しておこう。はい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 、はい、キムチ。はい、キムチと、はい、キムチ。これがナムル。ナムル、盛り合わせ、うん、大根抜きって言ったから俺。ボス特製のね。そうそう、今紹介するようにしてるものではない。美味しいのよ。美味しいんやけどね、はいはいはい、ナムルとキムチ。なるほどなるほど、うん、
焼肉王やからね、ボスはだからどこの町に行っても焼肉を食べるけど、ね、結局そこで喋るのは、うん、あっぱれがいいなっていう、ここね、絶対そうなりますよね。まあ、他にも滋賀県いろいろあんねんけど、どう考えても滋賀県よりうまい焼肉出会ってないの。いつもその話、うん、高山いい肉でも俺ら絶対ね、うん、あの地方でロケ行ったら飯食うっていう、必ず焼き肉食べに行くんですね、うん、絶対その話になりますよね。全然違う。なんなんですか、やっぱ近江牛とか。いや違う、まあ近江牛がある町やからもともと安くて美味しい肉が出回ってたんやけど、はいはいはい、今や別に近江牛だけじゃなくてもちろん黒毛和牛とか全国から入ってくるんだけど、うん、やっぱり求められてるものがレベルが高いから、はい、金額もですか、はいはい、金額味、うん、そこを合わせていかないかんからちゃうかな、多分。チャンジャと生千枚。生千枚もね、細く切った。そう、あ、これ、うん、はいはい。生千全然ちゃいますよね。違うな、切り方もな、最高なの。細いのよ、細いというか食べやすいね。なんか今日、あっぱれ褒め動画ですね。しょっちゅうあっぱれに来て、高屋の文句言ってる。うん、だいたいボスが寄ってきたら高屋の文句言い出す。ぐでぐでってなって、はいはい。今日は僕いるんで、なしよね。はい、言うけど。寄ってきたら。はいはいはい、まあでもほら、そのジョーのお話もね、さることながらですけど、うん、まずはこう、ちょっとね、触りで、うん、どの町が良かったかみたいな話からこうね、まず食べ物もそうですし、はいはいはい、町の雰囲気もそうですけど、うん、人とかね。そうそうそう。うん、正直、うん、こう、じゃあロケに行って、うん、これがなんかこう名産やから食べたいみたいな、うん、そういうこと一切しないじゃないですか、あなたたちは。まあそうやな、ロケ地に行ったらこうね、そういうテンションがたしゃぐみたいな、はいはい、そういうことしてるの僕だけなんで、あ、そうですね、あなたたち一切そういうこと知らず。いや、そんなことないで、食べ物に関してはほら、もうテンション上がってやっぱり街のもん食べに行くよ。ただ、お前が言うその、じゃあ福岡行ったら何もつ鍋みたいな、そういうベタなことは俺やりたないね。ああ、そう、なるほど、うん、そんなんもう一周回ってるから俺。一周回るってな。じゃあ俺だって青森以外全部行ってるもん、もう。ああ、うん、なるほど、そういうことね。そう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 、うん、うん、そうじゃないところも飲食店めがけて行って、それは楽しみの一つで。確かに福岡も屋台に誘った時びっくりするわ、店長に隠してあんたたち。なんなんこの人ら。違う人と何回もやっとんねんって話だから、ね、うん、一人ではしゃいで写真撮ったからね俺。大観光客でしたもんね、一人だけ。楽しいね。楽しいんですよね、このおばはんさ。おばはんって、おばはんのおかげって言わない。このおばはんなんか、ね、広島行った時にあの桜の時期やったやんか、はいはい、なんかな、川の上にあの船、屋台船みたいな、渡し船みたいな、屋形船、渡し船、渡し船ね。あれなんかな、一人で行ってたらしい。でもあの、タカヤンがプレイしてる間ね、うん、僕とボス誰か行ってる感じやけど、はいはいはい、これ一人で船乗ってたで、桜の写真撮ってたし。何マジっすか、当たり前やん。広島を満喫するっていう。でもいい街やったほら、ここね、はい、運河がいっぱいあって、うん、もうめっちゃいい街やもんで、ちょうど桜の時期やったから、はいはいはい、おばはんかい。めっちゃいいよ。あれも一人で行ってなかったですか、原爆ドームとか。原爆ドームも行ったよ、写真撮ったやつ。一人でチンチン電車乗ってやろ。一人でチンチン電車乗って、うん、YouTube さんもこのチンチンは違うんですよ。いやいや、ノーチンチン、電車の話ですよ、皆さん。YouTube さん、こちらはユッケ、うん、うん、はい、うん、あ、今日はな、大して良くないね。あ、な、え、わかるんですか、なんで。わかるわかる、肉質ですか。うん、あ、そうですか、うん、奇跡的なの出てくる時あるじゃん。あ、マジで。確かにね。でもね、これでも、うん、もう全然これいくら1000円もせえへんよね。はいはいはい、うん、もう他行ったらこんな季節出てきたら2000円超えるで。え、絶対そうですよね。この一軒、黒毛和牛のランプ肉を贅沢に使った。ランプやで、うん、830円。そうやろ。え、この生鮮、うん、近江牛の生鮮で620円。そうやろ。嘘、すごいね。まあ、マジっすか。まあ、食べようや。あ、そうしよう、まあ、うん、はい、お肉はでも全都市でちゃんと行ってますよね。そうや、絶対に。え、で、何、街的に。そう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 、うん、まあ、ジョーの話はね、うんうんうん、後にすることで、うん、うん、でもさ、例えば食べ物とか街の雰囲気とか、うん、利便性とか、うん、あとはまあ俺ら飲み屋街ね、飲み屋街とか、うんうん、
うん、そこの女の子とかいう話じゃん、うん、で、まあ、フグの上やんか、うんうん、それトータルするのそれ難しいわ、うんうん、食べ物で言うと正直圧倒的に熊本、おお、はい、うん、同感ですね、うん、何鳥でした、天草大王、大王、うん、はいはい、あの鳥めっちゃ美味しかったですよね、うん、あんなのたまたま入ったとこやん、うん、そうですね、うん、あそこめっちゃ美味しかったですね、うん、なんてことも ないそういう店やけど、うんうんうん、別にしゃれてるわけでもないし、うんうん、確かにご飯全部美味しかったですね、うん、最初に行ったあの焼肉屋さん、いろいろ店紹介してくれた店長のね、うん、あくもうまかったな、あれもね、うん、狙いもよし、うん、店もよし、うんうん、味もよし、うんうんうん、熊本ついて最初に行った、うん、まあでもほら、あこに行った女の子めっちゃ良かったよ、はいはい、あれマユカ付きやってるからね、マユカ付きやってで、そこの店長もちょっとイケメンでな、イケメンなのよ、うん、で、なんか女の子見せてええとこない言うたらわざわざ連れて行ってくれて、うん、ええやつやな思ってたらそのまま飲んどっとしてんな、それ2軒目も行こうとしとった、そう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 、仕事せんの、うん、はい、きっちりごちそうになってますね、そう、それも含めてあの焼肉目屋もまあそこそこ良かったなと思う、まあ、ただ焼肉屋だけのレベルで言ったらそりゃこっちよ、うん、やっぱ、まあね、あれの方が、うん、まあね、うん、高いやん、食べ物で言うと、うん、食べ物で言うとまあ一旦滋賀は置いときますか、うん、こことかね、まあ、もちろんちょっと、うん、そうですね、だから他の地方で言うとね、どうかな、まあ、広島行ったじゃないですか、うん、僕やっぱ関東に住んでるんで、うん、普段お好み焼きとか一切食べないんですよ、やっぱそう行こうかとかにもなんないし、うん、っていう意味で、まあ、ボスとか小ボスがいない時に一人でちょっと広島風お好み焼きの店調べて行ってみたりとか、うん、でやっぱいいっすね、美味しかったですね、広島かね、広島も結構良かったですね、お好み焼き行ったんや、2人で、あ、ここでね、夜2人でね、ボスがマッサージ行ってる間はいはいはいなんかあんなね、2人で行ったな、カウンターが鉄板で おばちゃんが焼いてくれるみたいな、うん、美味しかったね、全然もう、あんのいいっすね、やっぱボリュームがすごいですよね、そば、うん、が入ってるから、うん、はい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 、うん、なるほど、そうっすね、広島も、そういうの町としては俺めっちゃ好きやね、そう、なんかそれめっちゃ言ってましたね、うんうん、めっちゃ好き、その町が好きや、うんうん、まあ、そこにいて、いろいろ連れて行ってくれた、まあ、うん、風景の経営者さんとかな、うん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 、あの人たちもすごい好きやし、うんうんうん、すごい活気あったわ、なんか、いろんな意味で、ね、うん、人通りもあって、うん、いい意味でこう綺麗すぎる、そうそうそう、街でしたね、うんうん、なんかもくもくザワザワしてる、はいはいね、ああいうのも大好きやな、そうですね、だから広島もそういう意味ではトータル的になっちゃいますけど、良かったですね、うん、そうやな、はい、あと食べ物以外、食べ物以外で、そう、でも利便性で言ったら、うん、間違いなく福岡でしょ、そうやな、その空港がね、空港からめっちゃ近い、そうですね、ね、空港それ一番やな、そういう飛行機降りて30分後にフーだからな、クラブピア行ってたからな、はいはいはい、そうホテルチェックインする前に行ってたからあれはでもすごいですよね、最高やな、この辺では考えられへん、いいですよね、大阪とか、まあ、関東ではないですよね、あれ意外とでかいな、あれいいですよね、ガスはカールさんがいるからな、そうですね、うん、それはまあそれはいい街の一つやろ、そう、俺いつも思うねんか、うん、どこの街が良かった、もしくはどこの国が良かったってよく聞かれんねんか、うんうん、そこがどうかじゃなくて、うん、そこに誰がいるかやねん、多分、あれえ早い、いやいやいや、そんなまだ2杯目やけど早いはい、そんな求めてない早いというか、いらないです、いらない、でもな、そう思う、特に今の日本なんかさ、うん、まあ言い方悪いけど、もうチェーン店に侵されてて、どこ行ったってそんな変わらへんやんか、そうっすね、な、うん、やっぱりそこに誰がいるかやろ、うん、誰がいるかで行く店も決まるわけ、そうですね、そういう人たちの案内で、やっぱ地の人が連れてってくれるっていうのがいいっすよね、そういう意味では、俺は屋形船に一人で桜とか無理やん、いや、それも感動するから、一人でええなと思ってましたからね。あと、その風景の街と、うん、その飲み屋街がやっぱ隣にあるっていうのも、中洲はやっぱいいですよね、うん、そうやんな、ここも歩いていけちゃうっていう、うん、それそうやな、ね、なんかほら、僕とボスはね、うん、同郷で、まあ、同じね、滋賀やから、うん、こう、大事があるけど、はい、大事結構特殊じゃないですか、うん、こう、風景街は
独立してるというか、ね、そうですよね。だから僕らそこで育ってるから、ああいうね、うん、福岡とか、まあ、広島もそうやけど、うん、飲み屋があって、うん、でこうねちょっとこっから先が風俗街がすぐあるっていう、うん、あの、うん、こう町の一体感みたいなすごい新鮮ですよね。熊本もそうじゃなかった、熊本通り一本やん、そうですね、うん、沖縄は違うよね、沖縄は違う、風外に行こうと思うと空港からめっちゃ近いんですけど、辻ね、な、うん、その次飲み屋街といったらちょっとまた離れる、はい、松山とか、うん、そうですね、うん、はい、ちょっとだから滋賀県と似てますよね、そうやな、うんうんうん、なんか俺らもわざわざおごと行こうかってならへんかったらいかんねん、そうですね、あれもそうじゃないですか、うん、神戸の福原もちょっと離れてるんですか、そうなんです、飲み屋がまあ三宮だとしたら、ああまあそうか、はい、一体感がある街はいいですよね、うん、こう酒飲んだ、うん、興奮冷めやらぬ間に、ね、やっぱこういうお酒飲んでテンション上がっておっしゃったっていう風邪行こうかみたいなね、飲まる飲んでるのに何言うてんの、そうだ、何ビールってことにしといたらいいじゃないですかもうでもね、博多に行けばタクシーを乗ったら、うん、YouTube 見てますと言われるし、あれすごかったな、あれはなかなかっすね、うん、そういう意味では中洲が一番上がってんのかな、動画、そうですね、本数もそうだし、まあ、再生もね、うんうん、あれ高松は香川はいなかった、岡山で離脱したんだ、そう、ここ2人 か、四国に行って、うん、一人でスナックで飲んでる時、あ、それ俺一人や言うて LINE が写真とともに来たわ、おいやってやつ、高山が筋肉を大事にしてホテルに帰るから俺一人や言うて LINE 送ってきたよ、寂しそうな、募集しようかな、一緒に飲んでくれる人ボスとね、うん、でもいいんじゃないですか、そのロケに帯同というかね、そう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 、はい、うん、ロケ地でね、うん、なるほど、でも絶対男ですよ、分からへん男でもいい、分からへん、じゃあもう最初にじゃあ言っといた方がいい、そう、もう希望薄いっすよ、ね、いやそうそう全然男でもいいよ、そうだよね、うん、全然そう、まあ現地のね、うん、面白い人たちと出会えるね、そうそうそう、ただちょこちょこほらやっぱ最近ボスファン的なの中で最近、うん、この人多分女性だろうなって人が、そう、うん、ボスのツッコミ最高ですみたいな、うん、てると女性もあるよ、ほんまに、うん、喜ばしといてなので高松も行って、はいはいはい、一人でね、香川ね、ほったらかしにされた高屋に、あ、でもまあ高松もすごい俺印象がいいな、良かったっすよね、うん、街の印象ね、うんうん、それ言ってましたね、うん、だからボスが一人で飲んでる時にすっごい LINE してたよ、うん、あ、そうなの、すっごいしてたよ、え、共有 LINE してへんか、ああ、そうでしたっけ、あ、ぶんちゃうかな、はい、恋人か、いや、二人のあれでした、二人やった、はい、すいません、失礼します、ネギ塩さん、1点5人前です、ぜひ、うん、の方は焼いたお肉です、ね、でお召し上がりくださいこれどちらの方お伺いいたします、あ、こぼれちゃった、黙ってろ、ネギの量、あ、まあ、高松は僕行ってないからね、うん、あれですよ、どう良かったんですか、だから繁華街として意外とこう成り立ってる感じでした、繁華街がね、ライオン通りとかいうとこで、うん、ちょっと商店街チックなマーケードがあって、うん、そこも両方バーッと、ここがキャバクラ、ちょっと行ったらスナックがバーッみたいな、うん、あ、基本的にそういうの好きやからな、俺好きですね、うん、はい、アーケードでわちゃっとしてる感じとか、うん、そう、だからその女が好きとかじゃなくて、うん、結局そういうね、こうちょっと古き良き街のにぎわいみたいなのが結構好きやからね、あとは岡山、岡山、うん、まあ、岡山はね、デリバリー系だから、そういう風系の街ではないけど、うん、どうだったんですか、その飲み屋街とか、どうだったんですかって、あんた、やってた動画で、あれはね、そうですけど、2人でも行ってたじゃないですか、僕、休んどきますとかで、でも、街に歩いてる子が可愛いって、岡山ね、うん、そう、確かに、その印象は、それはありましたね、確かに、確かに。いいね、この BGM もどこか、あとまあ話題出てない街で言うと、まあ、まあ意外と出てないの、ほら沖縄、うん、が話題に出ない、沖縄は、沖縄はどうですか、沖縄はなんかもう僕でもそもそもが好きなんで、あ、なんか風系の街、沖縄語るのは個別しかおらへんじゃん誰の、いや、そうなんですよね、僕はもうすごい楽しかったし、女の子もね、ジョーも可愛かったし、
小元が語る。どうだった？ちょっと待って。うん、何を待ったらいいか分からない。使えへんお話が。妖怪が住んでた町だったね。そこは。うまっ。うまっ。沖縄だってまあ高いもん。得意なエリアやな。そうやね。まあ、何が得意なの？いやその地理的にも食べるとこもなんかここぞとばかりに高いやん。あ、沖縄はなんか任してくださいよ的な感じやったけど、まあ晩飯は来へんだけどね。違うやつと飯食いに行ったんですか？俺らもうずっと二人やで。そうだボスとねえ。これはあのサイコロ風にって言って俺が、うん、これメニューないねんか。あ、そうなん。そう、うん、こういう切り方で持っていてって言って、うん、わさび醤油で食べるっていう、うん、聞かされた。あ、これがサイコロ。そうサイコロ言うてるけど、サイコロでもないんやけどね。まああれや、あ、なんや、わさび食えんやつ、おんわさび、おばはん、おばはん。これわさび醤油で、うん、はい、もちろん。あんなの食べ物じゃないから。うまい。実は3日前も来てるじゃないですか。いや、そうやん。同じもの頼んでるんですか。でもうまい。うまいやん。焼き方もいいのよ。そうやん、それ褒めてもっと。神焼き。マジで。俺、ボスに散々焼肉連れてきてもらってるけど、もう十何年、うん、一回も焼いたことない。連れてきてもらってるけど、ボス焼いてくれるから。触らんといてくれる。あ、うん、便利やね。お金出してくれる、焼いてくれる、最高や。お金出す、美味しく食べてほしい、はい、楽しんでほしい、はい、全て最高や。なんかモテようとしてんの。何？スノーレが出てるだけ。ほら出た、ほら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 、モテようとなんかしたことない。うわぁ。ほら、岡山のね、はい、あの鎌倉でみんなで行きまして、はいはい、誰が好きや的な。あったな。ちょっとあのちゃんと思い出していただきたいんですけど、うん、あったあった。ジョーが7人ぐらいいましたから、はい、いたいたいた、はい、思い出した、うんうん、で、誰が一番好きやみたいな話なんか覚えてる。コボス何人やったっけ。コボス6勝ぐらいしたよ、あれ。絶対嘘。うわ、これ寒いな。うわ、これ寒いな。これはもうあかん。これやったよ、多分。これやってますね、ほんまに。7分の6。それはないな。それはない。それはない。え、でもボスの段結構選ばれてる。そうやね、俺3票ぐらいあった。そうですよ。そんなありました。そうやね、ボス、うん、高山は0や。俺0。なんでよ、なんでよ。一応主役よ。高山はしかもあの服脱いで注意されたから。そうそう、筋肉見せて。僕だけアピールタイムまでいただいて0。これやばいな。つらい。なんで、うますぎて。うますぎて。うまっ。ハラミ。ハラミ。ボスの大好物。はいはいはい。今日もいいんじゃないですか。そうやな。ねえ、良さそうやな。そう。こうミストガンとかですかね。はいはい。そのボスももう5杯目ぐらいまで行ったんで、うん、そんな飲んでんの、もう。そうそうそう、タコみたいな顔になってるから、ゆでタコみたいな、はいはいはい、そろそろそのね、うん、本題的な、あ、そうですね、ところに行っちゃいますかっていうところ。行っちゃいますか。どうでしょう、もうね、忖度なしでランキングを、お酒も飲んでますから、コボス行っちゃえ。そうですね、コボスから行くよね。何から行きましょうか。まあプレイしてないから、うん、まあ見た目になるじゃないですか、その雰囲気も含めて。なるほど、うん、ビジュアルから、あの子可愛いだったとか。ね、一番僕がビジュアルで好きやったのは、はい、クラブピア。お、中須な、福岡中須な、はい、はい、うん、の、みことちゃん。はい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 。正直衝撃でしたね。マジ？あれ NS？ だから正直高山は
ってやろうかと思うぐらい、はい、あのね、まあ、めちゃくちゃビジュアルが僕は、あの子は動画では顔出ししてないけど、してない、ね、そうですね、うん、はいはいはい、まあ可愛かったね、めちゃくちゃ可愛い、まあこの背丈の子、まあ僕の好みぐらい、ちょっと小さめかな、そうそうそう、はいはい、小柄でもね、細くて、はい、で、ちょっと可愛らしい感じの、はい、でも胸はありましたよ、それ知らんの、それ知らんの、知らんの、余計腹立つ、余計腹立つ、しかもめっちゃいい顔、弱い弱い言うの、それを知らんからムカつくねん、あ、だからその顔面で言うと、うん、僕はもうみことちゃんがやっぱり未だに忘れられないぐらい、あ、高いやんと俺は被らへんね、絶対、あ、好みがね、ただこぼすとこは結構被る、ね、結構被る、もう、はい、そうってことはボスもあの子めっちゃ可愛いって言うてる意味はすごい分かる、はい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 、はい、うん、あ、確かにね、まあ、俺はどうかっていうのはちょっと、まあ、後に置いといて、後で、はいはいはい、まあでもあれをあれでなんか騙されたとかダメだったって言う人いないぐらいは確かに、まあそうや、あの子はまあちょっとね、うん、このらしからの的な、うん、はい、いや、そうやな、その前にさ、まあ、俺らいっぱいいろんな店行ってるやんか、正直な、そのパネマジとかっていうのは、うん、ちょっと感じる時あるやん、ありますあります、な、はい、修正してないでしょ、もちろんあるけどさ、その、そうじゃないとこも飛び込んで入って動画になってへんとこもあるやんか、はい、そうなんですよ、あれ動画にできないとこもあるからね、うん、動画になってない店もちょいちょい行ってるやん、行ってます行ってます、はい、あれ何やばない、あれ鼻から騙そうと思ってる店結構あるやん、めちゃくちゃあります、あれはもう逮捕ですよなあ逮捕されたらで別人ですもんね、25歳言うて55歳来るからな、その結局このチャンネルでね、うん、取材に行ってるお店はどれだけ健全か、うん、だって下手したらパネルよりも、まあ、ある時いい子が出てきてるので、そうあるある、そうですね、やっぱりな YouTube で、はい、まあこう計算して放映することを許可得てるやんか、はい、まあ、お店も絶対いいのを出してくるやん、いや、そうですよね、それがあんねん、やっぱり、まあ、うん、そこはそうですよね、そうそうそう、結局高やんだけがいい思いをしている、ほんまやで、いや本当にそれが許せない、たかやんはいい思いをしている、で夜になったら俺らの飲みに来ない、そう、死ねばいい、ほんまに明日死ねばいい、え、ウイスキー何杯ゼロ、まあでもそうですね、僕はこう1位はみことちゃんで、あ、1位みことさんね、はい、でも、まだあります、そのせっかくなんで2位3位はいはい、さらっと、はい、はいはいはい、行かしてもらうと、2位2位は、うん、あの岡山の、うん、抜けるんじゃ、はい、名前は覚えてらっしゃると思います、デリバリーのね、はい、うんうん、あれのひなちゃん、お、AF の子やん、 AF の子です、うん、うん、はい、そう、隠し撮りの動画を撮ってたよ、うん、その動画を見てちょっとこうなった自分が、うん、ちょっと死にたくなったからねそうか、はい、まあ、YouTube には載せれないけど、そうそうそう、もう原本はね、原本を見てるの、レイマルビデオと一緒ですよね、そうですね、そうですね、なんかもう実際自分の恋人とプレイをしてるかっていうぐらいのこうね、うん、あの子の子、例えば声やったりとか、うんうんうん、雰囲気やったりとか、はいはい、あれはちょっと一回僕も、ああ、ひなちゃんね、はい、いや、確かにひなちゃんも可愛かったな、そう、あの子はだからもうその、もちろんビジュアルもそうやし、はい、その高いの隠し撮りを見てもそうやし、はい、どっちを見ても、あ、この子は一回ちょっとって思ったぐらい、僕は良かったですね、まあ、あの子特にあの後打ち上げじゃないけどさ、あ、そうですね、はい、あ、この社長に連れて行ってもらって、はいはい、一緒にご飯も食べてたしな、で、アイスもやっぱ良くて、そうやな、はい、でも僕の中では岡山抜けるんじゃのひなちゃん、あ、いいね、いい、いや全然いい、わかる、いい、めっちゃいいと思う、はい、はい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 、そうそう、若いしね、18とか、あ、そう、18で、そう、どういう人生を歩めばああいう風になるのかっていう、ね、人懐っこい感じで、そう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 、うん、そういう感じだったな、ね、そうですね、まあ、さらっとじゃあ3位いく、はいはい、まあ、3位は、沖縄、お、ナチュラル、
はい、マリンスパナチュラル。マリンスパナチュラルの、はい、リナちゃん。リナちゃん。あのボスが目離れてる。目離れてる子な。あ、なるほど。好きなんだよね。はい、目離れてる。あの目離れてる子、僕もボスも好きです。うん、俺は本田マリンが好きです。僕も好きです。だからかボスが目が離れてるっていうのは、はい、必ずしもディスってるわけではなくて、いや必ずしも。褒めてますよね。褒めてるよ。あれは褒めの裏側、こっち。そうそうそう。裏返し。裏返し。はい。リナちゃん。リナちゃんは良かった。ああ、はいはい。もちろんそのね、素顔も見てるし。はい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 。でもマスカーとしての方が全然可愛い。そう。ほんまそうやな。ね。あれももったいなかったですね、動画的にはね。なかった。リナちゃんは絶対にマスクを取ってる方が可愛い。で、しかもそんなに間がないって言ってるから、はいはいはい、入店して、はい、なんかこう、なんていうかな、擦れてないというか、そうですね、あの感じのちょっと初々しい感じがあったのが僕はもうすごい好きで、もともと福岡の子なんで、まあ、博多人だしね。じゃあ次は俺行こうか。そうします。うん、もちろん。いや、最後でしょ。いや、主人公こっちやねん。いや、最後でもいいと思いますよ。でも俺顔しか見てへんからさ、やっぱり。だってボス一回も言ってない。言ってないな。うん、じゃあ僕か。忖度なしや。いや、忖度なしが。いいですよね。いや、今日の忖度なしはほんまに忖度なしやねん。いや、そう、いや、もう本当に行こう。だってこんなもん。いつもほんま。もう忖度なしずっとあなた笑ってんだよ。いや、ほんまに。だから目笑ってる。始まったら笑ってる。じゃあ、あ、もう、オッケー。じゃあ、すぐ出る。もう出ます、出ます。1、2、3が。はい、はい、はい。今もう出ました。それがすごいですよね。うん、それ相対的な。こんだけプレイして。じゃあ、3位から。よろしいですか。3位はね、中洲、いたずらバニーちゃんの、ラズリちゃん。はあ、あれやろ、あれとね、ナンパ企画っていうか、はい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 、ああ、ラズリちゃん、まあ俺がはめたやつや、ね、そう、ナンパドッキリのやつ、ね、はいはいはい、ああ、そう、うん、そうか、まあラズリちゃん可愛かったね。いや、可愛かった、俺も、うん、分かる。でも、それ何、体も含めていい、体も特に、はい、ちょっと、まあ動画に出てるからあれですけど、若干その綺麗めなギャルっぽさもあって、で、背がちょっと160ぐらいの感じで、で、E か F カップって書いてあって、うんうん、で、本当にそんなあったん、そうなんですよ、うん、来てたら分かんなかったね、分からへん、いや、分かりますよ、分かった、ほら、それから分かった、あ、そうか、うん、隠れ牛乳ってやつね、うんうん、そう、で、この形もめっちゃ良くて弾力があって、うん、だって色も白くて、そうね、そうそうそう、うん、いや、めっちゃいい感じだったしね、うん、ただね、残念ながら今もういないんですよ。あ、え、違う店行った、いや、卒業、業界をだと思うんですけど、はい、いいですか、じゃあ2位、うん、2位も中洲なんですけど、うん、お店が変わってクラブピアの真城さん、うん、あ、あの筋肉の子、そうそうそう、それただ筋肉は好きやからじゃん、いや、おい、いや、でもな、あの時筋肉はなかったで、ない、あー、そっか、なんかな、夜中にもう4時間ぐらい待たされて、そう、その間俺カールさんとベロベロなってみたいなやつやな、あれ、そうそう、うん、まあ、マシロさんがそもそも人気上でもう予約がずっと埋まってて、まあ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 、で最後のインタビューが、うん、もう店終わってからしか無理って言って、うん、本当に4時間ぐらいで、うん、あなたベロベロで、いや、ほんまに俺とカールさんベロベロやん、ああ、そうそうそう、ああ、まあまあまあ分かるな、それは、なんですかね、まあね、全顔だしですし、うん、まあ、やっぱもうなんですかね、綺麗なお姉さんみたいな、うん、美貌で、でもあの時点でなんか過去ナンバーワンとか言ってなかった、そうですよ、うん、そうです、そうです、まあじゃあそれ上回ったの誰って話や、うん、そのあとってこと、僕の、あ、1位ってこと、そう、あ、そうですよ、そう、あの時マジで真城さんナンバーワンでした、なあ、不動の、ずっと手触ってくれた声な、そう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 、あれがやっぱり俺はプロ意識を感じたね、はいはいはい、プロ意識イコール嫌やけど手触ってたってことやからな、すごいっすね、こんなこんなチョコボールの手触るの、かわいそう、あれは本心だ、あれはもう訴えられるんだよ、いやいや、動画にも残ってるけど結局俺選ばれてたから、ああそこでボスを選んだから2位です、ね、な
なるほど。かわいそうに真白さん。そうそう、まあでも本当に1位です。ずっと。なるほど。そう。じゃあそれを上回るのは。だから真白さんより後に出たと。ある。そう。最近や。まあもうそうですね。最近になってる。うん。じゃあ一応ね。1位いいですかじゃあ。で。聞いてもらおうかな。熊本の。おう。バニラデラックスの佐々木アリスちゃん、うん、18歳の、最近や、この間や、うん、コボスもいましたもんね、いたよ、もちろん、はい、ちょっと待って、どんな子やったの？いやひどいわひどいわ誰？熊本ついて、一発目ロケの金髪の、ね、そうちょっと金髪チックで、でまだ入店して、あ、2日目とか言ってたやつ、そうですあの子、はい、マジで言ってんの？これ俺あれやね、マスク外してるとこ見てないな、僕も見てないし、ね、うん、あ、そうか、そうですね、まあインタビュー撮ってるとこはこちらね、はいはいはい、でしかもパネル出されて違う方選んで、そうやよ、ね、俺、失礼千万や。ほんまに俺やったらこっちは言うて逆選んで行った子は一番あの子、アリスちゃん、こんだけ行ってきて彼女が一番、そうなんですよ、だ逆にこんだけ行かしてもらってるからなんかね、こう悪い意味でもいい意味でも段取りみたいなのあるじゃないですか、そうお店の流れっていうんですか、ちょっとこう接客サービストークからのシャワーしてみたいな、そういう手順みたいな、だからなんかそれがねちょっとプロっぽさを感じてしまうというか、その子はなかった、その子は本当に2日目だし、もともとデリバリー系しかやったことなかったし、こっち泡に来て2日目で、前日は1人しか対応してないから僕2人目なんですよ、ああその動画でも言ったと思うけど、はい、ちょっと半端やな初めてじゃないんやなあ、そうそう、だからこのプロっぽさも当然ないし、そうなんかちょっと僕最近の動画でも言ってると思うんですけど、なんか素人チックがいいなっていう、好きだなっていう、なるほど、もうあってね、なんか本当に恋に落ちそうでしたなるほど、でもたかやんずっと言ってたもんな、あ、僕あの後言ってたでしょ、言ってた、うん、あの子 LINE 交換したの？してないの、やり取りしてないの今、何もあの子 Twitter もやってないんで、へえー、じゃあ恋を発展せえへんやんと、すぐ今電話してんじゃん、え、電話して、電話してた、店で電話してた、高いやんですよ、ほんまにほんまに、うん、通じるけど、いやおもろいやん、おもろいやん、電話しよう、ノンアルやん、何もかっこつけやがって勢いつけようと思ったけどノーマルだって、うん、アリスちゃんいますからね、電話してるでしょ、そんな良かったんじゃん、え、なんかちょっと反応が真白さんの時とかはいはいはいみたいな感じだったけど、アリスさんの時誰とか言ってたし、いや、うん、まあ俺基本的に名前覚えてへんから、あ、熊本とって言ったら、まあやっぱりあの皇帝別館のさ、うん、リオンさんね、まあ高級店やから、はい、まあそりゃそうよねっていう感じは分かんないけど、はい、印象なかったあんまり、だからほんとタイプ違うんですね、全然違う、ね、そのそんなにね、うん、もうこなれた感がなかったから、ああでもな、そうあのな、なんかインタビュー入ったら初めこう見た時よりはあれ可愛いやんって思った記憶はある、はいはいはい、はい、で俺も思った、うん、あのプレイ終わって出てきた時の顔がちょっとちゃう、賢者になってた時の天行ってへん人ってなるああなるほどな、そうか、俺でも一人も被らへん、いやほんまに、あ、うん、本当っすね、もうでも別に被ってもいいんすからね、被ってもいいわ、うん、ここでもすでに被らへんとか、まあね、ここはタイプは違うから、いやそう、なんか高谷んと俺は絶対被らへんと思ってる、僕とこね、うん、被るにやったらこぼすから、なるほどなるほど、被るから、あ、まあちょっとね、詳しいレビューはそれぞれの動画で、まあ、僕のは話してるんで、あ、まあこんな感じで一応ランキング、じゃあ最後多分一番気になるよ、いや僕も気になるもんだってな、そう、いやだから俺は体知らんし、あくまでも喋った感じとか顔見た感じとか、はいはい、それしか分からんよ俺は、あ、そうですよね、うん、はい、まあ、それで言うと、それで言うとが気になるよ、3位から、3位からいこうか、3位から、ね、
今ドラムロールが流れてますよ。はい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 、鳴ってるよ。ちょっと一回止めてくださいなん、名前は思い出すの。いや、ちゃうね、正直かわいい。もう3位以下はもう割と一緒やん。あ、なるほど。じゃあ2位1位が結構、うん。じゃあ3位、はいはいはい、イタズラバニーちゃんの斉藤さんです、はい、あの、一つ言っていいですか正直、はい、斉藤さんめちゃめちゃ別品ですから、ね、そうやね、元プレイヤーやからな、あの人。めちゃめちゃ別品で、しかもスーツ着てるじゃないですか、うん、もうそれなんよ、ストーリーはそこからなんよ。はそれあり誰がなしや言うたんや。それで3位ってちょっとありやろ。まあまあ確かお綺麗なね方ですけど、うん、斉藤さん綺麗でしたね。まあそこかな。なるほど、ね、うん、もうずるいわクリスタルさんの動画の時に斉藤さんね、そうオープニングから出てくれてましたね。はい、ほんで、はい、そのもう3位って言うけど、はい、もうそこと同等がいっぱいいるんよ。ああ、なるほどね。多分ね、はい、うん、そういう意味では高山が言ったラズリーちゃん、はいはいはい、もうそれももう一緒やね。ああ、じゃあ3位、うん、はいはい、同率3位というか、ね、そうああ、なるほどなるほど、うん、あとはね、岡山の、うん、一日密着した子レノンちゃん、レノンちゃん、レノンちゃん、そう、レノンちゃんも、うん、そこやね。あ、そのラインですか。そう、はあ、うん、すっごいいい子やった、まあ、確かにね、可愛かった。あの子完成されてる美しさがありましたね。そのスタイルもそうやし、まあそういう意味ではそうやけど、はい、なんやろな、そういうとこじゃないな、俺がいいと思ってるのは。若かったよね。うん、若い若い、めっちゃ若い。そのおぼこさもあるしみたいな。そう、うん、そう、そういう意味ではもう結構いるね、3位も。うん、じゃあ、まあ3位以下は結構順いるんですね。そうえ、え、2位やろ。2位な。2位は単独2位か。まあそれは一応そうしとこう、そうしときますよ、うん、はい、熊本のキャバクラの子なしですよそういうのなしですよそれはなし、はい、動画で紹介した。お前の横に座った子がナンバーワンなんもうね、平愛梨にめちゃめちゃ似てるの。そっち系か。いや、平愛梨より可愛いな。可愛い、マジで可愛い。びっくりした。ほんでボスについた子も可愛い、うん、あれ、あの二人もう呼びたい。あんなことないっていうぐらいあ、そう、あれやろ、全く分かんない。めっちゃ気になるわ。分からへんやろ、うん、またこれ泣かす。はいはいはい、うん、しかもいたずらバニーちゃんの山本美月。はい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 、クリスタルさん。クリスタルちゃん。はい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 。そう。ああ、うん。あれいました？いい。でも動画見た。あ、動画見た。だからあれやん。斉藤さんと一緒に出てたから。ああ。はいはい。うん。何々坂系ね。そう。はいはいはい。あの二人と賛否したい。いや、あの子はね、まあ顔も可愛い、もちろん可愛いんやけど。はい。いや、多分めちゃくちゃいい声。白い。なんか白い。心も白い。もう白い。ホワイトな。ほんまに。はいはい、うん、あ、でもいいっすね。うん、どうやった高谷的には。いや、あの子は本当に黒髪で、あの細くて、肌ももう本当透き取るような白さで、本当アイドル。そこをそうなっちゃったみたいな。そうなんだ。はいはいはい。プレイ感じで、だからそういう意味では。ゴリゴリのプロっぽさはまだなかった。ないよな。そう、だからよかったっす、うん、だからタイプで言うと、はい、ちょっと俺小柄な人は苦手やねんか。あ、なるほど、うん、でも小柄やったやろ。そうですね、どっちかというと若干、はい、うん、でもあの白さ、はいはい、なんかふわっと感。あ、2位です。確かに歴代でも美白度はナンバーワン。そうやろ、はいそうやろ、めっちゃ白かった。はい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 。2位クリスタルちゃん。そう、バニーバニーできたけど。いや、だから3位はちょっと疑惑だよ。そうやな、斉藤さんは疑惑だよでも斉藤さんはめちゃめちゃ綺麗じゃあ2位がクリスタルさん。でも分からへん。前な、不思議と被らへんな。まあまあまあ、だってわざと外してるわけでもないですからね。全然全然、うん、え、じゃあその上がいるってことですよね。
そうやな、1位がいますね。誰やろあのね、高級店です。ちょっと待って、うん、っと当ててみ、当ててみようや、うん、俺と高いやんで、ね、どっちなんですか。1位とは高級店。高級店僕分かった気がするな。ちょっとマジでお名前がちょっと忘れちゃったので、はい、まあでも名前、店の名前は分かります。マジ店の名前分かんじゃん、はい、どこ。え、あれ、こ、広島の高級店、エクセレントロイヤルの。うわぁ、そんな風に当てちゃっていいの俺が発表する前に。名前が広島のエクセレントロイヤルでしょ。はいはい、うん、そうです名前覚えてないって何。分かった、これですガチですよね。ガチ、パネルがね、ガリガリ、ガリガリ、そう、痩せてた時って言ってた。そう、パネルガリガリやったやん。だからあんまりかなと思ってたら、はい、対談する前に、うん、なんか挨拶来てくれたやん。はい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 。あん時に、え、パネルと全然ちゃうやと思って。いや、そうなんだよね、うん、で、今が一番太ってる。そう、言ってたやん。そう、え、今の方がええやんって言って。それ言ってたね、真剣に。そうやん、めっちゃ良かったよ。はいはいはい。まあ、ちょっとお名前テロップで入れておきましょう。そうやな、はい、いや、この子はやっぱ良かったわ。ここ一番かな。いや、知らんよ、体は知らんよ、これはな。あ、はい、待て、俺らが選んだ人のデビューを深くするのムカつくねんか。ほんまにすごい、お股でここ洗ってくれたもん。かわいい、すごい、こうマウント取られた気がして敗北感でいっぱいやわ。いや、でも、まあ、そら顔かわいいしさ、そら清楚な感じで色も白くて、はいはい、いいけどな、はい、俺は対談前に初めましてって言って挨拶に来てくれたあの子だけやったやろ、はい、今まで。そうですね、やっぱな、人気の子ってそれなりに理由があるわけやんか。もちろんもちろん。 その人気の理由を作るのにまあまあ努力が必要やと思うねん。そうですね、そう、風といえど、はい、どこの業界でも一緒やと思うねん、はい、うん、なんかそういうとこも俺は感じつつ、はい、1位やね。はぁ、なるほど。またなんかいい話にしてきやがってそうやで、はい、お前みたい人でな人ちゃうねんもうすぐ俺エンディング俺が歌おうかな思ってるから琵琶湖の子なんでね。あ、そういや、でも見事バラバラになりました。たまたまね。そんなことある？うん、ほんまに、うん、すり合わせなく、そうやな、ね、3人とも別れたね、うん、まあでもそんだけ人それぞれ感じることは違うわけやから、はい、いやマジで。でもな、俺さっきも言ったけど、あのこのチャンネルに出てる店ってほんまに真剣にやってる店やから。そうですね。そうじゃないと、まあそういうのって分かれやんか、はいはい、俺らも普通にあの案内所入ってさ、パネマジに騙されまくったとことか、意外と上げてないやんか。はいはい、そうですよ。まあでも分かるよ、それ上げてくれって言われるんだよそう、こぼすがやりますから、はいはい、それはそうですね、まあ、ということでな、まあ、ちょっと、まあ、今回ちょっとね、うん、ザックバラに、まあ、そうやね、街のことやら、うん、お店のね、うん、まあこれあくまでも個人的に今タイプが完全にこう、うんうん、ね、ありますから、まあまあこんなグダグダでよくでもこんなね、うん、なりましたね。いやいやいや、3人とも別れて。そうやな、今後もね、いろんなお店行って、うん、またランキングも変わると思うんで、またまたな、ね、数年後ぐらいに、うん、はい、そうやな、新たなランキングも取れたらと思います。そうやね、はい、ということで、はい、まあ、美味しい焼肉もアッパレも食べましたし、はい、最後言ったよ、はい、はい、うん、ですね、はい、いいですか、はい、それでは本日もありがとうございました。ありがとうございました。